しいな。やっぱり森でお風呂入るのが一番気持ちいいよ。なんだろう、あ、お腹が痛くなってきたよ。上がろう。よいしょよいしょよいしょ。痛いよ痛いよ痛いよ。今日は友達のキューバが入院してるから病院にいます。キューバはこの動画に出てきた僕のお友達だよ。あれが病院か。わあ、いっぱい動物がいるな。どうしようかな、道がわからないよ。聞いてみようかな、誰かに。すいません、375室は向こう行ってくんないか。今お話してんだよ。どうしよう。あ、ガチ、あんまり走らないように気をつけなさいよ。じゃあね、気をつけて。はい。すいません、看護婦さん、375室はどこですか。あら、それだったら私についてきて。じゃあ行くわよ。はい、ワンツワンツ。はい、ここよ。わあ、キューバ大丈夫。あ、大丈夫さ。キューバ君は川で泳いでるときに小さな生物を飲み込んじゃったみたいなんだよ。え、本当に大丈夫なんですか。でも大丈夫だよ、僕に任せて。先生、川の水持ってきたよ。これをどうするんですか。え、川の水なんかどうするの。よし、持ってきたか。川の水をチェックするぞ。顕微鏡を使って観察を行うとき、研究したいものをステージに乗せて、観察したいものに光を通して観察に適した状態にすることが必要なんだよ。この観察に適した標本のことをプレパラートと言います。ついてきて、いいものを見せてあげるから。プレパラートの作り方。ビニールテープを半分に切り、 1.1cm くらいの三角形にハサミで切り抜いて広げる。スライドガラスに貼る。切り抜いたところに見るものを乗せるのよ。最後にカマーガラスをかけてティッシュペーパーなどで残りの水を吸い取るぞ。わあ、顕微鏡をチェックするんだ。チェックする、そういう意味だったな。あ、川の水にはこんなものがいるんだな。気持ち悪い。のものが本当に来てるなんて。そう、川にはいっぱい生物がいるの。でも全部名前があるのよ。ボルボックス、ゾウリムシ、イカダモ、ミカズキモ、ミドリムシ、コンシュウモ、ミジンコ、ケンミジンコ、ワムシ、ツリガネムシ、クチビルケイソウ、アオウミドリョウ。これを食べればキューバ君も元気いっぱいになりますよ。よし、キューバ君、お薬の時間ですよ。お薬は嫌いだよ。走りたい。1、2、3、4、5。
このビデオが好きだった人は登録ボタンといいねボタンを押してコメントを残してね。